みんなの機材コーナー。ギター音響担当のあつしです。前回に引き続きことのちゃんの機材を紹介させていただきます。ではパート2どうぞ。じゃあハイハットから、ハイハットからちょっと聞いてみますか。いいね。やっぱりこうジュワって感じだね。ちょっと重心が低い感じ。まあそうだね、まあ、15インチの、うん、15インチだから、うん、そうだね、結構重心が低いですね、うん、はい。続いて次がこのクラッシュ、16インチのクラッシュかな。なるほど。確かに硬めだね。硬いっつってね。じゃあ次はライドライドシンバルに行ってみますかね。いいね。カップ鳴るね。やっぱりね。キンってくるね。いい感じですね。いい感じだね。じゃあライドが終わって次が、はい、クラッシュシンバルですね。18インチのクラッシュシンバル。うん。めちゃくちゃいい、うん、え、いい音するね。これめちゃくちゃいいね。響くね、うん、これはいいわ。確かにこれは音で選んだっていうのね、うん、間違いないですねこれね。ね、じゃあ続きまして最後、次はチャイナ、チャイナシンバル。おー、いい音するね。いいでしょ、うん、爆裂、すごいいい音しますね。ね、一回このドラムセット全体で音聞いてみたいですね。 OK OK。そうだね、印象がまたちょっと別な印象になったね。あのとこもやっぱり合わせて叩いた方がすごくいい音になったところで ね、ありがとう。僕ね、あと機材というかね、めっちゃ気になってたのは、ね、もうこのワンちゃんとかさカービィとかミニオン、かわいいでしょ。かわいいな。いろんな人出演してますから今回ね。カービィさん、コービーさん、これね、マイクスタンドにうまい具合にこれついてるよ、ね、いい感じに固定されてるこうなってこれミニオン、ミニオンめっちゃ横やこうか、ね、すごい、だってあのちゃんとこうマイクスタンド持ってる手にこう、うん、手でこう、あーちゃんとこだわってあるのねこれ結構やっぱぬいぐるみ好きなの、これね、うん、全部弟に撮ってもらった、うん、弟に撮ってもらったそう、ゲームセンターで、ゲームセンターでこの犬だけは欲しいって言って撮ってもらって、これはもらった、もらったね。かわいいな、かわいいな、かわいいでしょ、うん、これ泣くんだよね。え、泣くのこれ。そう、そうどこだかわいいこれも一応楽器の一部だから、ね、千葉県、これなんかちょこんと上に乗ってるけど、これアミちゃんこれちっちゃくて可愛いから楽器店のね、そうそうそう、ね、犬の上にアミちゃんが乗ってるっていうのもね、あれですね、
はい、後で怒られると思うけど。はい、ということで、はい、残りの機材何かありますか？あります。 あります。一番大好きな機材。あら、奥の方に眠ってますね。そう、ここに、はい、うん、それぞれモジュールですかね。そうです、ね、うん、こちらヤマハの EAD10 っていう、うん、エレクトリックアコースティックドラムっていう略の、うん、そうそう、あ、これ一つなんかあのドラムの音がするってやつ。そう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 、うん、すごい、いろんな設定がされてるのかな。そう、これ多分50種類以上ある。へえ、すごい。これって、あ、これスネアのところになんか、あ、まずここに、うん、まあ、うん、これ別売りなんですけど、うん、これとモジュール一緒につなげられるんで、うん、モジュール、そう、ね、モジュール、スネアの音が変えられますよっていう、うん、あと、まあ、モジュールで一番大事なのが、うん、あ、ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん、これこのマイク1個で全、うん、音全体拾うっていう。あー、これマイクが仕込まれてるのね。これつなげ方もすごい簡単で、ここに AB って書いてあるんですけど、ここチャンネルがあるんですね、AB。で、こっちもモジュールの方も AB って書いてあるんで、うん、あー、なるほどね、インプット、そう、同じところにつなげれば、うん、もうすぐもう機械音痴でも使えるよっていう、すごいシンプルに。そう、なるほどね、さまざまな、ね、音出るんだよね。そう、よし、じゃあどういう音が出るかね、ちょっとやってみようかね、ちょっと聞いていただこうか、うんうん、レッツラゴー、レッツラゴー。いつもコンプレッサーっていうやつ、コンプレッサーをじゃあ使ってみますか。もう一個ぐらい。いいね、なんかおすすめの音があるんだよね、はい、そうそうそう、うんうん、あんまり使わないけど、うん、このジングルキックっていう、ジングルキック、ジングルキック、へえ、キックだ、それキックが特徴的なのかな、ジングルキックっていうぐらい、うん、だと音出していい、うん、いいよ、こういう音。あら、なにこれ、鈴みたいな、そう、鈴、ひょこひょこっつってね、なってるよね、多分このアミちゃんがな、このアミちゃんがな、そう、ね、でもさ、このモジュールもバスにかましてあるじゃん。そう、うん、あとスネアにもこうかましてあるじゃん。そうで、さっき初めて気づかされた、ね、そう、新しい、なんかそう、リハの時にこう叩いてたら、うん、このリムだけ叩いても、あ、この別な音になるらしいのね。そう、このスネアの縁の部分ね。そう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 、うん、ちょっと叩いてみて、あらららら、すごくない、すげー、楽しいね、こんなことになってたんだ、すごいね、初めて知ったマジか、初めて知った、まさかこのコーナーで気づくとはね、そうそうそう気づかされましたよ、はい、素晴らしい、うん、じゃあ今度これの今のなんだっけ、ジングル、ジングルキック、ジングルキック、キック、この音でじゃあ全体で叩いてもらえます、うん、これで一回ラインの音だけになりますね、はい、今 OK? OK、 これライン、ということで、はい、じゃあ今度パターン2、パターン2、うん、ラインの音と今立ててあるマイクの音かな、うん、これを一緒に混ぜた音でやってみますか。おね、これもまたね、素晴らしい、ほんと楽しい、うん、ねえ、1日終わるもん、これで、モジュールってさ、うん、はい、
いつも琴乃ちゃんあの動画とかツイッターとかにこう上げてるけど、いつもこれ、うん、これを使ってこれと、うん、スマホのアプリで、うんうん、ヤマハのアプリと連動できるんだ、やつがあるんだね。なるほど、うん、で、まあ、スマホの音を入れて、そうそうそう、うん、あとスマホを、うん、つなげるこの線あるんだけど、あ、それはもう最初からつ、これ別リリーですね、あるんだね、うん、このシニアのトリガーも別売り、うん、あ、別売り、うん、ついてくるのはこのモジュールとマイクと線、うん、あと配線ね、そうそう、うん、ケースはついてません、あ、ケースはないんだね、はい、これ持ってくるときあれだよね、バスのツインペダルの、違う、シングルペダルの、シングルペダル、あー、なるほどね、あれそう、これすごくぴったり入るんだって、こう開けた瞬間にマジでぴったり入った、おすすめです、おすすめですね、これでなんかあれだよね、動画とかそう、うん、直接 LINE で、ね、音声もいけるし、で動画もプラスで撮れるっていう、そうそうそう、そのまま載せられるっていう、すごい、琴乃ちゃんね、あのツイッターとかにドラムをこう叩いてみたとかすごい上げてるんで、皆さん音すごくいいんですよ、はい、うん、彼女の腕もすごいので上げんなって上げんなってすごいので、その動画をみんなチェックしてみてくださいね、はい、じゃあ、うん、何このモジュール使うときにいつもそういつもヘッドホンしてるんですけど、あ、使ってるね、これキャドっていうやつ、おお、やつ使ってるね、そう、 IB 楽器特化で、ね、あ、売ってたんだよねこれね、ありがとうね、ありがとうございます、全部ドラムセットも全部 IB 楽器で買いました、ありがとうございます、ありがとうございます、キャドっていうメーカーなんだよね、そう、うん、これすごいすごいギンギラギンに光ってるけど、あ、そうそうそう、でもそれ配線取れるんだよね、取れる取れる、そう、あと長いのにも変えられるから、あ、切り替えできるんだよね、うん、あと変換も最初からこうついてるしね、あ、そう、2つついてたの、うん、すごくいいよね、これおすすめです、うん、本日の機材コーナーはここまで、次回もまた琴乃ちゃんの機材を紹介させていただきます、そしてチャンネル登録・高評価の方よろしくお願いします。